はい今回の動画は、スペースキーを使って画面をスクロールさせる裏技をご紹介します。で、まあ、どういったことかというとですね、まあ、今これ Yahoo の画面を開いてますけども、このインターネットのサイトというのは、ね、こう上下に、ね、こうスクロールさせることが多いと思います。で、このパソコンの方にマウスがつながっている状態であればね、この、ね、マウスのこの真ん中のスクロールの、ね、ボタンなんかを使ってこう上下にスクロールしたりだとか、あとこの右側のスクロールバーのとこですね。 ここを使ってこうスクロールさせたりとかすると思うんですけども、ノートパソコンとかで外出先でですね、このマウスをちょっとね、使ってる余裕がないような状況の時きに、もちろんこの右側のね、このスクロールバーを使ってもいいんですけども、このスペースキーですね、キーボードのスペースキーを使うことによって簡単にこう上下にスクロールすることができますんでね、そちらのやり方をご紹介します。で、やり方といっても単純でですね、この画面を下にスクロールしたいときはですね、このスペースキー、キーボードのスペースキーを押します。そうするとこうわかりますかね この下にこうスクロールしてていいくっていう感じですねで次に今度は上に戻したいときこちらはですねキーボードのシフトキーを押しながらスペースキーを押しますはいそうするとこういった形でこの上に戻っているのが分かりますかねまあこんな感じで上下にね簡単にこのキーボードの操作だけでこうスクロールさせることができますんでねまあちょっとしたことなんですけどもね外出先とかでこのマウスがないとき非常にあの便利なあのスクロールの仕方だと思いますんでねぜひこのやり方もね覚えておいてもらえると便利かなというふうに思います それではね今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきましてありがとうございました。